んだけど、ほら色がね、あら駐車場もいっぱいあんねや。ここにもほら下に駐車あるんですよ。あこかね、あの中かね。ここにも駐車場ありますわ。地名で言えばやな、東、向こうが東、西、こっち南。なんかすごい鳥が多いんだけどね、あの泥金鳥なんだろうね。もうちょっとこの辺ずっと 見渡す限りね、飛んどるんやけど、なんちゅう鳥なんですかね。あれかな、あそこはそうかね。どっから行くんのや、こっちからか。古墳群駐車場、遠回りのあそこに直線の道があったんちゃうかね、これ。こんな遠回りしたけど、三両坊古墳300m、 すげえ 300m、 三両坊どうかな、分からんな。あの、あれがどうやろうと思うんやけどね。早く行ってみましょうか。三両坊古墳群。ここは何ですかね。この階段が気になってきたんだけどね。これ南古墳じゃないんですか。ここは何でございましょうか。ああすごいね、これ。この蜘蛛の巣がすごいことになって、わあいっぱいやね。ああ蜘蛛の巣だらけだ。ごめんごめんやで、ね、こうやごめんやで、ね、もう一遍貼ってください。蜘蛛おらんがね、おらへん、蜘蛛や。すごいね、これ蜘蛛の巣だらけでございます。剣ということは、あら、あら、なんだろうね、剣ということは。ああ何トンボですか。初めて見ますけど、綺麗な色してるけど。はい、ありがとう、ごめんごめん。もうちょっと上がってみよう。何にもないの分かってきてないけど、社があると思ってね、神社のないね。鳥居もなかったな。皇太子殿下、ご成婚記念ね。いやいや、来てはんぞ思って。天皇即位50周年記念。ほらほら、全然関係ないからね。残念でございました。慰霊碑が建ってました。慰霊碑でございました。はい、はい、失礼します。
あの上なんかコフみたいな感じしかないんだけどね。はい、失礼します。行けそうかね。これこれこういうんですよ。これコフでございます。失礼します。まあ、ここにね、ここに立ってました。これは何、高質関係の、もう見るからに古墳なんですよね、これね。何にも看板ないからわからなかったね。なんか、はい、ありがとうございます。南古墳じゃなさそうやね。やっぱりあの南はあのあこから見たらね、三両坊、東古墳、西古墳から見たら南はやっぱりね、こっちじゃないね、こっちやね。行く道ないしね。そこ、あの辺かな。誰も会わへんしね。誰かあったらちょっと消えるんだけど。はい、またこれ降りましょうか。すごいね、この階段。直線でございます。これぐらい幅あるとまだ歩きやすいんやけどね。あ、どこやったっけね、あそこのこの道路が、あのいつも通ってる道路やね、これな、狭いけど。東西南、どっちなんだろうな。やっぱりこっちやね、南やったらな。この上ちょっとあれですよね。ね、なんかあんだけどね、可能性としてこれ、これ何かね、これカラスが、はい、ありがとうございました。三両坊塚古墳、東と西を回ってね、南分かりませんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。